今日はプチギフトの作り方もご紹介します。材料です。15センチの折り紙を1枚使います。白い面を上にします。真ん中で半分に折ります。真ん中で半分に折ります。内側から開いて四角に畳みます。裏返します。反対側も内側から開いて四角に畳みます。この辺とこの辺を中心に合わせております。この線で下側を上に折って折り筋をつけます。開きます。この折り筋に合わせて左右の角が内側に入るように中割り折りをしていきます。折り筋に合わせて内側に折っていきます。鶴を作る時と同じ形になっています。裏返します。裏側も繰り返します。最初に折り筋をつけます。開きます。開いて折り筋に沿って
内側に折っていきます。折り筋をしっかりつけてください。ここまで折れたら開きます。開くと中心のところに四角の折り筋がありますので、この折り筋でもう一度四角に折り目をつけていきます。4つの角を寄せ合うようにして折りたたんでいきます。内側に糊をつけて貼り合わせると立体的な三角形になります。切りでこの上のところから5ミリぐらい下のところに切りで穴を開けていきます。真ん中にプチギフトを入れます。穴を開けたところに紐を通していきます。内側から外側、外側から内側、側から外側、右側の紐も最後は内側から外側同士が正面に来るようにして最後はリボン結びをします。
チギフトの完成です。小さなものをプレゼントしたいときにぜひ作ってみてください。